さんこんにちは、農災札幌森ちゃんでございます。今日はですね、ヤギの赤ちゃんとそして羊の赤ちゃんが登場するんですけど、赤ちゃん少し小さい状態で生まれてきたので若干ヒヤッとした状態でありました。ですが親子愛の結果見事成長しております。ぜひ可愛いシーンもそしてヤギの親子シーンもたくさんありますので、ぜひ皆さん見てください。それで行ってみましょう。どうぞ。乾いたよ、OK。大きくなりましたよ。見せてください。あ、おちり。かわいいおちり。こうなってるのかな？いや、違いました。はい、大きくなりました。出てきた。待って。いいの？触って。かわいいね。すごいじゃん。優しくします。ついてくるの。気をつけて足。ね。よいしょよいしょよいしょ。はい、それでは皆さんに紹介します。声が大きくて可愛いんですよ。はい、羊の赤ちゃんでございます。コリテールっていう。仲良しだもんね。この二人は仲良しです。もちろん、ね、お腹はそして上手にミルクを最近もらってます。お腹も練習中です。袋にしてあげるの偉いね。ここについて足跡が可愛すぎます。皆さんいかがでしたでしょうか。可愛い赤ちゃんたくさん生まれてきています。春からは春限定赤ちゃん展も行います。可愛い赤ちゃんが大集合いたしますので、ぜひ遊びにいらしてください。はい、遠くて来れないって方はぜひ YouTube でもたくさん放送していきますので見てください。それではまたお会いします。森ちゃんと今回は羊ちゃん、ヤギちゃんの赤ちゃんでした。またね。